金正宏は、李氏朝鮮の実学者、地理学者。朝鮮において、初めて成功な全国地図、大統領地図を作成した人物として知られているが、その詳しい経歴についての記録は残っていない。生没年不詳。字は白元。白、白の。号は、古山後航海道で生まれたとされる。 海洋に、状況、1834年に、青9000表図2冊を作成し、ついで、地球図、1861年に、大東予地図、心臓大東予地図を、作成、印刷した。東国予知校、大東知事も編集した。彼の作成した、大東予地図を、沖きの大院君に献上したところ、その成功な地図を見て、 国家機密を漏らしたという罪で投獄され、その反疑は没収焼却されたと言われてきたが、実はそうではなかったと見られている。高市実大学校と高麗大学校に大東予地図の木版が残っており、大東予地図の制作を講演した際歓喜、猿も処罰されてはいなかった。司書に残る金正宏の校にも、処罰や国史を示すような文言はない。これを、 韓国の歴史学では、朝鮮総督府の絶像と見ている。大東予地図、大東予地図を完成させた、金正宏は、しばしば、朝鮮の井の忠だたかと形容される。朝鮮総督府編、朝鮮語と本語、朝鮮総督府、1934、P23 から24、P236 から238、古山市、金正宏生涯思想。 44、1991、ピアニッシモ、141、ありがとうございます。